ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、花より団子。風流なことよりも実質的な利益につながるものの方が良いということ。春はお花見の季節。美しいお花をめでて楽しむ一方、美味しいお団子を食べている方がいいという人もいる。そんな現実的な利益だけにとらわれて、自然の風流さや芸術の良さがわからない人への皮肉な表現として使われる言葉になります。室町時代の俳諧集、犬つくば集に、花よりも団子と垂れか岩つつじと読まれたのが始めとされています。岩つつじは岩や石のほとりに咲いているつつじ科の植物ですが、岩ないをかけた掛け言葉になっていて、花よりも団子と誰が言わないだろうか。いや、誰でもそう言うだろう、といった意味になります。昔の人も本音はお団子を食べる方が良かったみたいだね。ちなみに日本では古来からお花見が行われていたようです。もともとは作物の神様に向けて五穀豊穣やその感謝を込めて行われた宗教的な儀式でした。古くは奈良時代の頃から行われていましたが、その当時は桜よりも梅の花が中心。平安時代になると、嵯峨天皇が桜を愛したこともあって、812年に京都の神泉苑で催された花園の節というお花見が記録に残っている最初の桜のお花見となります。その後、桜の花見は貴族の間で広まっていきますが、これが日本人の桜好きの原点だと言われています。ただ、初めの頃のお花見は本当にお花をめでるだけでしたが、今のような宴会スタイルになったのは豊臣秀吉が催した醍醐の花見が最初だと言われています。江戸時代になると一般庶民にもお花見が流行するようになりました。そこで登場したのがピンクに白と緑の三色団子。ピンクは桜を表して春の息吹を、白は雪で冬の名残を、緑はよもぎで夏への予兆を表現していると言われています。なお、秋がないのは、飽きないと飽きないをかけて、食べても飽きないから商売繁盛なんだそうです。まさしく、花より団子ってわけだよね。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。Bread is better than the songs of birds. 鳥の鳴き声よりもパンの方がいい。今日のチェックポイント。Bread パン不可算名詞になるので注意してね。日本では一斤、二斤とパンを数えますが、英語では A loaf of bread, two loaves of bread と言います。Be better than 〇〇よりもいい。桜の花びらって満開から一週間程度で散っちゃうのよね。そんな散り様を人生の無常さと重ね合わせてふと思う。飲むなら今しかない。さあ、飲むわよ。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!